ザカリア・バカリは、ベルギー・リエージュ出身のサッカー選手。RSC アンデルレヒト所属。ポジションはミッドフィールダー。モロッコにルーツを持つ。地元リエージュのユースチームでキャリアをスタートさせ、2005年にスタンダールリエージュのユースチームに移籍した。2008年にオランダの PSV、アイントホーフェンユースに移籍し、2013年7月30日、UEFA チャンピオンズリーグ2013から14の SV ズルテ・ワレヘム戦で、プロデビューを飾り、8月7日、ズルテ・ワレヘム戦でプロ初得点を記録した。3日後の NEC ナイメヘン戦では、エールディビジ初出場を果たし、リーグ戦初得点を含むハットトリックを達成した。2015年7月6日、バレンシア CF に移籍した。2017年7月14日、デポルティーボ・ラ・コルーニャにレンタル移籍した。2018年7月3日、RSC アンデルレヒトに移籍した。ベルギー代表として各年代でプレーし、2013年にトゥーロン国際大会に出場した。2013年10月15日に行われた 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のウェールズ代表戦で A 代表初出場を果たした。ありがとうございます。